どうも、さとゆです。本日は日ハム純正1番打者使用率ランキングやっていこうと思います。この使用率ランキングシリーズもね、パート3ということで、今回は皆さんの使っている1番打者に注目して紹介していこうと思います。前回のポジション別使用率ランキング、投手編と野手編の方もまだ見てない方はぜひそちらの方も見てください。それではやっていきましょう。優勝目指して頑張ります。フィーバー。早速ね、今回もランキング形式でまとめてきたので、まあ一番下の順位から紹介していこうと思います。今回のノミネート選手数は14選手ですね。使用数が1つだった選手から見ていきましょう。こちらですね、12位タイということで、3選手、張本選手、太田選手、石井選手ですね。張本選手に関しては、まあ、ミート数値が日ハム純正、まあ、日ハムの選手の中だったら一番上なので、もう少しね使っている方いるんじゃないかなと思ったんですけど、結構ねスタメンではなく代打起用する方が多くて、まあ、全くいなかったですね。はい、続いて使用数が2人だった選手を紹介していこうと思います。こちら野村選手と田中健介選手ってことで、まあ野村選手はねチャンス持ちなので、まあ、1番打者はね、まああまり向いてはないと思いますけど、2人使ってる方がいました。田中健介選手はねやはりスタメンで使いたい選手で、まあ昔のファイターズのオーダーだったら1番田中健介選手だったので、まあその関係で1番で起用する人はいるんじゃないかなと思います。ただね、田中健介選手低弾道なので、やはりねどうしても下位打線に置いてる方がね多かったですね。続いて第9位は楊大観選手ですね。まあ3人ということで、まあ楊大観選手に関しては、まあ、登場したシリーズがね2021年のもので、なかなかね持ってる方がね多くはないんですけど、まあ超高額打法を持ちで、まあ非常に打ちやすい、それと総力もね A ありますし、1番には最適な選手なんじゃないかなと思いますね。やはりねこれからはね OB に出てくると思うので、まあ、登場したらねもう少しこの1番打者で使う人が増えるんじゃないかなと思います。続いて第8位ですね。第8位は稲葉選手です。まあ、稲葉選手はこれ今多分画像が侍ジャパンのものなんですけど、侍ジャパンが登場する前の集計データなので、使ってる方はあの OB の稲葉選手でした。まあここはラインドライブで固め打ちを持っているってことで使っている方がいました。侍ジャパンの稲葉選手は固め打ちと代打なので、まあどこで起用するかね難しいんですけど、持っている方は代打で起用するんじゃないかなと思います。それと楊大観選手と同様に、まあここもね OB で登場したのは2021年なので、来年ね普通の通常 OB で登場すればもう少し使用率が上がってくるんじゃないかなと思います。続いて第7位ですね。第7位は糸井選手ですね。いやー、糸井選手もね最後に登場したのが2021年なので、そこまで多くはなかったですね。いやー、この糸井選手はね非常に1番打者に向いてる選手じゃないかなと思っていて、日ハムバージョンのやつはあのチャンスメーカー持ちではないんですけど、超高額打法でラインドライブ、それプラスミート走力がともに高いということで、まあどの打順に置いてもいいんですけど、かなり打ちやすい選手ってことには変わりないので、まあ1番で起用する方もね多いと思います。ゲットすればね、これから糸井選手はね OB 対象になると思うんですけど、登場した際はねおそらく皆さん獲得しに行くと思いますし、この使用率ももっと増えるんじゃないかなと思います。続いて、まあ、第5位なんですけど、2選手いますね。7票でアルカンタラ選手と近藤選手ですね。まず近藤選手なんですけど、ここも糸井選手と同様にミートが高くて、まあ、走力はねそこまで速くはないんですけど、ミートが高い高額打法持ちでライドラっていうところで、ここも使ってる方が多くいました。ただシリーズ2はねチャンス持ちっていうことで、まあ、結構クリーンナップで起用してる方も多かったですね。まあ、そっちの方が多かったですね。はい、でもう一人がアルカンタラ選手ですね。このアルカンタラ選手は特能がね連発持ちってことで、まあ、上位打線、まあ、1番打者に使ってる方もいましたし、とりあえずね上位打線 1,2,3番で使ってる方が多かったですね。いやここもね非常に打ちやすい選手で、日ハム純正にとっては欠かせない選手なので、まあ、まだ持ってない方はねぜひ獲得しに行きたいですね。続いて第4位ですね。第4位は大谷選手です。いやここはね少なかったですね、8人ってことで。意外と
ていうか、まあ1番打者よりまあ2番3番あたりかな、まあ、クリーンナップとかで使ってる方が多くいました、まあ、やはりね大谷選手、まあ、日ハム唯一のアーティストっていうことで、なるべくランナー置いた場面で回したいんですよね。まあそれで1番打者で起用する方がねそこまで多くないんじゃないかなと思います。ただね大谷選手走塁持ちっていうことで、まあすぐね外野抜ければ2塁3塁とね行ってくれますし、全然1番打者としても使える選手、まあどこの打順に置いても使える選手なので、まあもう少しいても良かったんじゃないかなと思います。続いてトップ3なんですけど、トップ3がねまあちょっと桁が変わってですね、まあ、使用数が26っていうことで第3位ですね。第3位は西川選手ですね。まあ一昨年まではまあ、リアルのファイターズの方でも1番西川選手だったんですけど、まあ、やはり西川選手といえば走力ですね。ファイターズ純正の中でもこの西川選手の走力はねまあナンバーワンでしょうね。はい、まあ、ミートもねそこそこ高くてライドラっていうことで1番使ってる方は多くいました。でこの西川選手はチャンス持ちの西川選手もいまして、まあ、チャンス持ちでもね一番起用する方もいるんですけど、まあチャンス得能を優先するんだったら、まあ、代打とか、まあ、それともクリーンアップとかで起用する方もいました。はい、ってことで続いてその西川選手を超えて第2位ですね。第2位は松本選手ですね。こちらは使用数29で使用率 22% でした。松本選手はね2022シリーズは超チャンスメーカーということで、まあそこの特能を見て一番起用する方はねいましたね。それとね2022シリーズ2からねミート数値、まあ走力の部分も大幅上昇してより一番起用しやすくなった選手なので、まあ、かなりね一番で起用する方が多くいました。2023シリーズはねおそらくチャンスメーカーが剥奪されるんじゃないかなと思います。今後はね一番起用する方がね増えていくかわかんないんですけど、まあおそらくあまり増えないんじゃないかなと思ってます。はい、ってことでラストですね。第1位ですね。第1位は浅間選手でした。いやーここは浅間選手やはり人気でしたね。まあ通常で出たのが2022シリーズ1で、あのスペシャルレアリティで2022シリーズ2も出てるんですけど、多くの方が、まあ、シリーズ1の通常のものを使ってました。まあここもね超チャンスメーカー持ちで、まあ、松本剛選手とね違うところは、まあ、右と左ですね、まあ、結構ね左打者の方が打ちやすいって方が、まあ、多くいると思うので、まあ、その関係で浅間選手がね松本選手を超えたんじゃないかなと思います。浅間選手はね能力がそこまで高くないんですけど1位という結果になりました。はい、ってことで今回はこのような感じで日ハム純正1番打者使用率ランキングをまとめていきました。皆さんのね使っている1番打者もぜひねコメント欄に書いていってください。あと最後にね告知なんですけど、来週の土曜日日曜日、まあ、次の土日ですね、3月25日26日に、日ハム純正のリアタイの大会を開催しようと思ってます。日ハム純正してる方だったら誰でも参加 OK なので、ぜひね時間がある方は参加してみてください。募集の方は Twitter の方で行っていますので、まあ、Twitter の、まあ、リプか DM から、参加表明してもらえるとありがたいです。ということで今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。